キャサリンはオーストラリアのノーザンテリトリーにある町、トップエンドのキャサリン川沿いにあり、ダーウィンの3 2 0トル南西。テリトリー内では4番目に大きく、トップエンドでは3番目で最南端の主要自治体である。キャサリンには2006年国勢調査で5849人の都市人口があった。また、キャサリンは 1 7トル南東に位置したラフティンダル、基地に最も近い主要都市であり、ここに配置された人の家族に、教育、医療、地方政治、雇用機会を提供している。2006年国勢調査では、基地には677人の人口があり、24.5%は外部で働いている労働者で、そのうちのほとんどはキャサリンで働く。全勝地が、 ダーウィンとアデレードの間の南北交通ルートにあるオーストラリア大陸横断電信と共に確立し、キャサリンは交通、炭鉱を含む地方産業の開発によって発展し、さらに近くのニトミルク国立公園への観光の玄関口ともなっている。地域はうっきに大規模な反乱が起こることで知られている。キャサリンは女性の名前、キャサリンのように発音されるかもしれないが、 多くの地元住民は最後の分節を明確に発音する。この地域の最初の住民はオーストラリア原住民、特にジャオアン族とオーデマン人であった。地域はこれらの部族のための重要な集合地であり、依然として集合場所である。探検家のジョン・マクドゥアル・スチュアートは北から南へ大陸の横断に成功する6回目の旅を1862年にこの地域を通っていった。 1862年7月4日に、スチュアートは、キャサリン川を横断し、彼の日記に、北東から南西に流れる、別の大きなクリークがあった。ここで私は、放牧者のジェームズ・チャンバーズ殿の二番目の娘に、敬意を表し、キャサリンと命名すると記した。スチュアートの正確さに関しての推測があり、チャンバーズの妻の名がキャサリンという説もあるが、ほとんどの出典では、 彼の娘の名となっている。1912年に連邦議会パーティーに出向いたキャサリン電信局の吉谷トマス、サー・ワルター・ボレット・ラット及びドクター・ジョン・ギルルース、キャサリン電信局は1872年8月22日に設立され、1872年の終わりに大陸横断電信線が完成して、町はキャサリン側の西側にあるわずかな定住人口から始まった。 キャサリンは 90km 北のパインクリークを含む近郊が近いために利益を得た。金は1889年に 50km 北のトット山で発見された。北オーストラリア鉄道をキャサリンへ延長するためのキャサリン鉄道橋の工事が1923年に始まった。鉄道の建設中、町の中心は川の東側に配置された。 橋は1926年に完成し、1926年1月21日に最初の列車が渡った。1926年7月15日、町の現在の場所が官報に掲載された。最初の郵便局と大陸横断電信局は、ナッツ交差点にある大陸横断電信局長のための部屋や一室の警察署があった。 スポーツマンズ・アームスホテルの隣に設置された。オーストラリア軍。キャサリンで1943年第2次世界大戦中、オーストラリア軍はキャサリン周辺に第101オーストラリア総合病院と第121オーストラリア総合病院の2つの病院を設置する。軍はさらにキャサリン地域本部も設置した。1942年3月22日、 キャサリンは第二次世界大戦で唯一の空襲を受ける。日本の戦闘機が街を爆撃した時、一人が死亡した。川は1957年と1974年に氾濫した。1998年のオーストラリアの日に洪水が街を襲い、この地域は国家的な災害と宣言された。この洪水は、 サイクロンレスによってもたらされた300から400ミリメートルの洪水でキャサリン側の流水量を超え、ピーク時には20.4メートルとなったことから引き起こされた。洪水は多くの住民に避難を必要とし、町やこの地域周辺の多くを浸水させた。1000平方キロメートルにわたって浸水し、1100の家が影響して、キャサリン内外の多くの道路が孤立した。 三人が溺れた。工業生産は2000年のトット山の閉鎖以来衰退している。2001年1月に新しい鉄道線の建設が始まった。2003年9月13日に線路は南オーストラリア州アデレードからダーウィンへの連続的な線路となった。ザガン旅客鉄道線は北行き、南行きで停車し、2004年2月4日より1週間に 数便運行されている。2006年4月の洪水では、町の一部が浸水し、数百万ドルの損害を与え、4月7日に非常事態宣言が出されるに至った。しかし、洪水による建物の損害に関する報告書は作成されなかった。町の住民は、4月5日に川が氾濫し続けるかもしれないという警告を受けた。翌日の正午前には、 町の中心部は水面下にあった。洪水はキャサリン川橋で19メートル近くとなりピークに達した。多くの家が2メートル以下の水で浸水した。また多くの住民は彼らが着ていた服とほとんど変わらない状態で逃げる時間があった。4月8日から9日にかけての週末に1100人以上の人が町の避難所へ行った。非常事態は 4月9日に取り消された。最近の数十年間で、キャサリンは牛、園芸、農業、観光産業を支援する地方の中心として発展した。主な観光ルートであるセントラルアーネムロード、サバンナウェイ及びエクスプローラーズウェイの合流地点で、あるキャサリンは、ノーザンテリトリーの重要な観光の玄関口である。寒気の終わりのエディス滝キャサリンは、 ダーウィンの南3 2 0トルに位置し、ダーリーリバーシステムの一部であるキャサリン川の岸にある。この上流は、北東のアーネムランドの絶壁やカカドがある。この地域は、主に熱帯サバンナの森林地である。キャサリンタウンシップには、古代の石灰石で構成されるカルスと地形、路頭及び、地下の洞窟がある。他には、ユーカリの森や岩の断崖、 モンスーン、熱帯雨林、ブドウの低木地帯などがある。キャサリン渓谷で寒気に起こった激しい雷雨キャサリンは、サバナ気候で、雨季と寒気に分けられる。年間の降水量は1 1 3 2ト、mm、ルで、雨季の間の日中気温は、摂氏24度から摂氏35度であり、時々摂氏40度まで達する。特に地域が多くの雷と共に、 国内で最も激しい雷雨となった場合、特に雪の期間中には湿度が非常に高くなる。寒気には夜は完全に涼しくなる時があり、寒気の中頃には夜間に摂氏7度まで下がる。標高が低く頻繁に豪雨が起こり、街が川岸にあるため、この地域で洪水がよく発生する。1998年のオーストラリアの日にあった洪水は、 特に破壊的だった。サイクロンレスは48時間のうちに300から400ミリの雨を降らし、その結果キャサリン側の水位を21.3メートルまで上昇させて3人の命を奪った。キャサリンの中央ビジネス地区はキャサリン側から350メートルの位置にある。タウンシップはパインクリーク、マタランカ、ボロルーラ、ダーリーリバー、ティンバー、 クリークの他の自治体も管轄する。ラフ・ティンダル基地はキャサリンから1 7トルのところにあり、地域経済に重要な役割を果たしている。ティンダル航空基地は1988年10月1日に公式に開業した。スプリングベール屋敷1879年に建設されたスプリングベール屋敷はノーザンテリトリーで最も古い屋敷である。 屋敷は大陸横断電信化先行辞任のアルフレッド・ジャイルズによってもともと管理されていたが現在は観光客に開放している古いキャサリン鉄道駅はダーウィンでベスティエス・ミットワークスが利用し第二次世界大戦中には交通の中心となった歴史的なアトラクションである他の史跡にはオキーフ住宅がある第二次世界大戦中に 陸軍士官のために1943年、レクリエーション小屋として最初に建設され、糸ひば松や波形の鉄のような特定の材料を使用した建設の良い例となっている。ニトミルク国立公園の設立以来、キャサリンは観光目的地として発展した。ニトミルク国立公園のキャサリン渓谷は毎年多くの観光客を引きつけている。 キャサリン町とその周辺には、多くの公園や庭園が存在する。ダコタパーク、ジャイルズパーク、ジュラシックソテツガーデンズ、ジュークスパーク、オシェイパークは町内にある。観光地には、ニトミルク国立公園やカタカタケーブス国立公園、絶滅危惧のソテツ、ローレベル国立公園、スプリングベール屋敷、キャサリン温泉などが含まれる。キャサリン側のリバーバンクドライブに沿って、 キャサリン温泉は、水泳、ピクニックテーブル、バーベキュー設備を提供しており、豊富な鳥や野生動物を楽しみながら、モンスーンフォレストや高いペーパーパークツリーでくつろぐことができる。キャサリン川沿いにあるボブの木ラマンディ、ターポン、マイサキの釣りは、キャサリン川で人気である。ローレベル自然保護区と温泉は泳ぐのに安全と、みなされている。真水と、 海水療法のクロコダイルが川で生息している。ザガン・キャサリンは1926年に完成した狂気鉄道の木とオーストラリア鉄道を経由してダーウィンへと接続された。これは結局廃止されて線路も取り除かれた。2003年に路線はアリススプリングスから北のダーウィンへの拡張部分の一部として標準機で再度敷かれた。 グレートサザンレールウェイによって走るザガンはアデレードとダーウィンの間の新しい拡張路線で運営される。各方面へ週に便があり、街で予定通りに停車している。キャサリン空港は街の中心からおよそ1 5トル南にある。民間の便はキャサリンでは利用できないが、チャーター便は運行できる。キャサリンは ケアンズからブルームへ東西に走るサバンナウェイとダーウィンからアデレードにアリススプリングス経由で南北に走るエクスプローラーズウェイの合流地点である。サバンナウェイはキャサリンのビクトリアハイウェイに沿って走り、エクスプローラーズウェイはスチュアートハイウェイに沿って走る。街はダーウィンから2時間かかる。キャサリンの人口は寒気に大幅に増加する。毎年高齢者は オーストラリアの寒い地域からキャラバンでキャサリンの北へ向かう。キャサリンスクール・オブ・ジエアは遠隔地や孤立したコミュニティの生徒に教育を提供するため1966年に設立された。この学校はもともと単波放送によって授業が行われていたが衛星通信やインターネットのような技術によりこのシステムは使用されなくなっている。学校は 9年生までの80万平方キロメートルに地域に住むおよそ250人の生徒を教育している。学校自体が観光名所となっており、世界最大の教室を誇っている。キャサリン渓谷でのキャンプキャサリン歴史協会のための資金を調達するため、キャサリン1998年洪水の後、キャサリンカントリーミュージック協会が設立された。ここ数年にわたって、 協会は、ケイシー・チャンバースのような新しい国内のカントリーミュージックアーティストを迎えている。ユニークな固有の音楽やダンスは、この地域で重要なものとなっている。キャサリン・スポーツグラウンド・コンプレックスは、主要なスポーツ設備であり、キャサリン町議会によって運営され、オリンピックプールのある、キャサリン・アクアティック・センター、テニスクラブ、クリケットや、オーストラリアン・フットボールに使用された、ピッチ。 BMX トラック、バスケットボールコート、ラグビー場、サッカー場がある。また、コンプレックスは、馬術、キャサリンやディストリクト商協会を主催する。街には、さらに9ホールのゴルフコースや完全に装備された野球場、ソフトボール場がある。スポーツ設備は、キャサリン展示場でも提供され、ロデオアリーナ、ポロクロス競技場、フットボールに、 よく使用される特別観覧席のある競技場、キャサリン競馬クラブや、ノーザンテリトリー中から競争者や、賭博者が駆けつけるキャサリンカップのある、キャサリンカップジム、ジャクソンレースコースがある。ありがとうございます。